こんにちは。デカキンさんね。見たことはありませんけども、この攻め方はありだなと思いました。まあ、ヒカキンさんという有名人に顔が似ていて、しかもそれに寄せるような感じでね、自分のコンテンツ作っていくことによって、ヒカキンさんも取り込めるし、もしかしたらデカキンさんファンが、あ、ヒカキンさんっていうのをモデルにしてるんだみたいな感じで逆流するってこともあり得るんじゃないかなと思うんですよ。いや、面白いですよね、こういうのはね。あれみたいじゃないですか。なんかこう、昔、ジャッキー・チェンのカンフー映画がヒットした頃に、日本のオリジナルドラマで、カンフー・チェンっていうね、なんか顔もそっくりで、技もそっくりな人が、なんかこう、土曜の夜、似たような番組やってましたけどね。つまりは、ヒット作品の裏には、ありゅうありっていうことなんですよ。似たようなやつで受けるみたいな。なんか昔からありましたけどね、ファミコンで何かゲームが当たったら似たようなゲームがバンバン出てくるみたいな。で、逆にそっちのバッタモンみたいな方が価値を帯びるみたいなのがあって、私の世代だとね、機動戦士プラモデル、ガンダムのプラモデルで、なんかパッチモンでガンガルっていうのがあったんです。モビルフォースガンガルみたいなね。で、そのプラモデルって確か当時50円だったんで、貼り合わせるだけのね、簡単設計だったんですけども、あれから40年経って今ガンガルの方が貴重品になってるというね。なんかセットで5万円ぐらいのプラモデルになってるそうなんですよ。本当になんか面白いもんだなと思います。はい、まあいろいろとありますけども、やっぱりまずオマージュしてみること、そしてデカキンさんもものすごく上手にヒカキンさんをリスペクトしてオマージュしてるっていうのが、まあ、そこもなんかね、頑張ってそうできるようにやったんでしょうね。だから世の中ではオリジナルの発信よりもそっくり真似る方が難しかったりもしますからね。昔ほら、トンネルズの皆さんのおかげですっていう番組でいろんな有名なドラマとかミュージシャンのパロディーとかやってたんですけども、あれはあれですごいクオリティだなと思いましたよ。本当なんかね、似てるんですよね。だからもう真似ることが学ぶことっていうのよく言いますけども、まあ本当そういう部分は大きいなと思います。今日もいろんなね、気づきから学んでいって、それをアウトプットにつなげていく、再現にしてみようかなと思いますね。じゃあ行きますか。今日も一日スタート。